今年も残り2ヶ月を切ったか。年を重ねるごとに1年が短くなるな。マリサ、トリックオアトリート、お菓子くれなきゃあんたの部屋でネズミ花火してやる。堂々とテロ宣言するな。というかハロウィーンはもう終わったぞ。頭の中までカボチャになったか。失礼なやつね。どうせお菓子余ってるんだからくれたっていいでしょ。というわけで早くちょうだい。ハロウィーン利用してカツアゲすんな。仕方ない、歴史解説してやるからちょっとそこ座れ。はぁ、なんで、無教養なお前に少しでも教養を身につけてあげようとする私の優しさだ。いいから聞け。終わったらお菓子あげるから、いまいち地味でパッとしない徳川将軍シリーズカレーなる第6回目は10代目将軍、徳川家春を解説するぜ。おそらくだが10代目から幕末までの将軍は全く知らないという人も多いだろうな。確かに私でも9代目の家重さんは顔が特徴的すぎてかろうじて見た記憶あるけど、これ以降は肖像画すら覚えてないわ。ふむ、まずは家春さんの出生について説明するぞ。1737年に生まれる。病名は竹千代。彼の父、家重は重度の脳性麻痺を患っていたが家春さん本人は非常に健康体で、聡明なため祖父、吉宗はとても可愛がり、次期将軍として期待して医療学を教え込んだ。鉄砲、剣術、槍術、弓道、馬術、能、絵画など何をやらせても人並み以上にできる天才君だった。1740年、数え4歳で竹千代から家春に改名し翌年、わずか数え5歳で元服した。元服って現代では成人式みたいなものよね。数え5歳で元服、早くない？父、家重が病弱だったため早く元服したらしい。この時代の医療水準だと簡単に人は死ぬから万が一に備えたんだろうな。1751年、数え15歳で祖父、吉宗が亡くなり1760年、数え24歳で父、家重が隠居し家春は10代目将軍に就任した。さっきあれほどの天才じっぷりを見せてくれたのだからさぞ有能な将軍として頑張ったはずよね。なかなか目ざといな。家春さんは将軍に就任すると、家臣、田沼意次に全ての仕事を任せ自身はほぼ何もしなかった。なんでよ、理由はいくつかあるな。家重が自分の死後も田沼を重宝するよう、に遺言を残したんだ。田沼は長く仕えていた有能な人物だ。家春は特におじいちゃん大好きっ子だったから祖父、吉宗の信頼も厚かった田沼を重宝したんだ。だが歴史専門家の中には単純にやる気がなかったんじゃないか、という意見もあるがな。やる気がない。セレブに挑め。というわけで私が以前から言っている地味な将軍が地味な理由4つを覚えているか。ああ、専門家や日本史マニアから何偉そうにほざいてんだ。とビンタされること間違いなしのあの4つね。そうだぜ。これは1と4に該当するな。後半、浅間山の噴火や大飢饉はあったがそれ以外は比較的に安定した時代なんだ。そして家春さんを語る上で外せないのが田沼意次だ。家重の死後、蕎麦用人、老中閣、老中、と順調に出世した沼時代を築いたすごい人だぜ。田沼意次が実現した政策はこの通りだ。大雑把に説明すると今まで百姓だけに税を課していたのだが商人にも税を取るなどの重商主義、その年の予算をあらかじめ決め予算内でやりくりする予算制度の確立。東日本では係数貨幣、枚数を数えて使用、西日本では少量貨幣、重さを測って使用、と異なる貨幣が流通していたため新たな銀貨南洋に主銀を鋳造し統一。これ以上詳しく解説すると田沼意次の解説になるから省略するが聞いた限りでも有能な人だとお前にも理解できただろう。商人からも税の徴収や予算制度、通貨統一も現代人からすれば当たり前よね。今までなかった概念を生み出した田沼さんはすごいわ。けど私チラッとだけど、賄賂政治した悪人のような話を聞いたことあるけど、悪人なの？それは後世の人がつけたマイナスイメージだな。田沼さん改革的すぎて嫉妬した政敵も多かったんだ。時代に理解されなかった人、と専門家は言っているな。だから現代では有能な人として評価は高いぜ。というわけで田沼意次の解説から家春さんの解説に戻るぜ。家春さんの性格を言うなら、優しいおじいちゃん子兼愛妻家、だな。何やら気になる単語が散らばってるわね。先ほども言った通り家春さんはかなりの吉宗おじいちゃん大好きっ子でな。自身の生活も質素倹約に努め、食事に見慣れぬおかずが出されると。これは先々代様も食されたものなのか。と確認するほど徹底していた。そして吉宗の時代よりさらに3割も多くの経費を削除した。奥さんや側室たちは怒らないの？それが家春さんってすっごい愛妻家なんだ。数え18歳の時に官員の宮家から磯宮智子女王と結婚したんだが奥さんをすごく大切にして当初側室は持たなかったんだ。智子女王は2人の女児を出産する。公家の女性って将軍でも江戸の武士を田舎者と馬鹿にするから子供を作るって相当すごいことだぞ。それも2人もだ。だがこの女児は2人とも創生してしまう。後継ぎがいないことに焦った田沼が家春さんにどうにか側室を持つよう説得すると、家春さんは、田沼も側室いなかったよね。なら田沼も側室持ってね。
と交換条件を出し側室を二人持つことになる。わがままっ子か。こうして二人の側室にそれぞれ男児が生まれる。一人は創生してしまうが無事跡継ぎを得ると家春さん側室の元には通わなくなり、子供は智子さんの元で養育させた。そしてこの子供が次期11代目将軍、徳川家元だ。無事跡継ぎ問題も解決した家春さんは趣味の高狩りと将棋に没頭する。この人、お父さんの家重さんに似て特に将棋が好きだった。現代でも棋譜が残っており、関西将棋会館は非常に筋の良い軽い棋風で現在のアマ高段の力は十分にある、と評価している。中でも詰将棋がすごく得意で、将棋降格という詰将棋の書を書いている。これは現代プロからの評価も非常に高い。現代にいたらプロ棋士やってそうね。しかし将棋マナーはちょっと悪かったらしい。対局中に難局の場面で、待った、押して駒を元に戻したという話もある。負けず嫌いなのね。けどなぜか憎めないわね。他にも父親に似ているところでは、身支度に無頓着で、そば使いのものが変えてあげるまで何日も着替えず、髪も人に言われないと整えなかったそうだ。だが優しい性格の人でな。有名な話では、激しい雨の日にとある家臣が空を見ながらため息をついているのを目にした。別の家臣にその訳を聞くと、あの者は貧しく、家が朽ちて雨漏りがしており、今頃親が苦心していることを思っているのでしょう、と答えた。家春さんはいくらあれば直せるのかと聞くと、百両もあれば直せると思います、と回答。家春さんはこっそりため息家臣を呼ぶと、こうを尽くせ、と百両を渡したそうだ。現代だと700万から1000万円に相当する金額だ。それをポンと渡すのがすごいな。ため息一つで1000万円だと、パパ活よりちょろいわ。私もため息つきたい。ちょろいよな。処されるぞ。他の優しいエピソードでは、将軍は朝6時起床と決められているんだ。50歳近くになると早く目を覚ますことが多くなった。だが座敷で音を立てないよう6時になるのをひたすら待つ。川屋に行く時も当番の者を起こさないように抜き足差し足で廊下を歩いたという。ちなみにこれと似たエピソードを伊達政宗も持っているそうだ。レッツパーリーも、意外すぎるわ。というか将軍なのにそこまで家臣に気を使うのね。上の立場の者ほど謙虚というのは本当らしいな。お前も見習え。そんな順風満帆のような家春さんだが、ある日、後継ぎの家元くんが高狩りの最中、立ち寄った寺で突然死してしまう。去年18歳、満年齢だと16歳という若さだ。急な展開についていけないわ。何があったの？息子の突然死に家春さんショックで食事も喉を通らなくなる。この突然死には陰謀説が囁かれていてな、家元くん田沼さんの政治姿勢を批判していたから田沼による毒殺説や、自分の息子を将軍につけたい一橋家、徳川春貞による暗殺説などがある。実際に家元くんの死去以降、家春さんは後継ぎに恵まれず一橋家から養子を取ることになったし、だが幕末に来日したドイツ博物学者シーボルトは、家元くんがオランダから輸入したペルシャ馬に騎乗中、落馬事故を起こして死亡したと記述している。しかしシーボルトが来日したのは家元くんが死去してから40年以上も後のことだから、私はいまいち確信が持てないな。それではやはり田沼か春貞に毒殺されたの？そう考えるのが普通になるよな。次の将軍解説であるが、この数年前に田安徳川家で強引な養子縁組騒動があったし、けどこの事件で結果的に田沼は得をしていない。消去法で一番怪しいのは一橋家だが、今となっては真相は闇の中だぜ。この事件により家元くんは幻の第11代将軍とも言われる。その場に名探偵がいれば、家春さんの奥さんは数年前にすでに亡くなっており、息子まで亡くなったことで家春さんはさらに表舞台から遠ざかる。家元くん死去から7年後、1786年、家春は脚気を患い、ひどい足のむくみのため今まで一度も休まなかった町会を初めて休んだ。実はこの時代、江戸は精白米が広まり、脚気を患う人が増えていたんだ。周囲は懸命に治療するが同年亡くなる。死因は脚気による心不全。去年50歳。在位26年4ヶ月の比較的長期安定した家春さんの時代は幕を閉じた。なんかいい人だけどかわいそうな人だね。かわいそう、ついでに言えば家春さん毒殺説もあってな。は、ここでも毒殺。家春さん闘病中に田沼が採用した医師が治療したら、さらに病状が悪化した。だから田沼が毒漏らせた黒幕疑惑がかかったんだ。けどこれこそ田沼に何のメリットもない。実際に家春さんという後ろ盾がなくなると、田沼は失脚して土地や財産や屋敷を没収され、かなり散々な目に遭ってるし。田沼さん最後までとばっちり受けてる。家春さんの墓所は上野の寛永寺にある。遺骨調査はされていないため正確な死因の証拠はない。家春さんを語呂合わせで覚えるなら、十分に白米を食べたら脚気が治らなくなった将軍、で覚えるといいかもしれんな。政治を田沼に任せっきりの家春さんを暗君と評価する傾向にあるが、四代目家綱さんのように有能な人材を重要した姿勢を見ると、むしろ名君たる証だと私は思うぜ。どうだ、少しは教養が身についたか。将軍解説終わったよね。なら早くお菓子ちょうだい。覚えていやがったか。ほらお菓子だぞ。これっておはぎ？ハロウィーンって大雑把に言えばこっちのお彼岸みたいなものだろ。仏壇に備えたものだ。遠慮なく食え。もっとおしゃれなお菓子が欲しかった。
ものすごく久々の将軍解説はいかがでしたでしょうか。長いこと歴史解説から離れてしまい申し訳ありません。将軍解説動画を見たいというコメントをいただき大変嬉しい限りでした。今後は十二国記と並行しながら作成します。動画作成が下手で申し訳ありません。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。